さあ、果ての村に到着しました。よいしょ。すいません。どうしたんですか、構えて。誰だ、怪しい奴め。旅の者です。あ、旅の者です。ん？よく見たら俺たちと同じハイリア人、そうですよ。ハイリア人に悪い奴はいねえ。騒ぎ立って悪かったな。もう行っていいぜ。旅の途中寄った。そうそうそう。大体の問題はよろずないにある。宿屋の奥になるからな。ありがとう。優しい。さすが。じゃ、とりあえず、適当なところにオルフェーブル止めて、あ、キッズがいますね。YouTube キッズ、おい、YouTube キッズ元気か？おい、俺の動画ちゃんと見てるか、キッズ。ねえねえ、何？僕すっごいもの見つけたんだよ。見たい、見たい、見たい。見たい、見たい。じゃあついてきて。お、ついてくよ。いいよ。立ち棒。YouTube キッズにちょっとついていく。YouTuber の鏡。なんだそれ。おじさん、そろそろ、なんだこれ。なんだこれ。これ何？何これ。あ！え？え、普通のなんかあれとは違う？ほう、この俺もまだ捨てたもんじゃない。喋ったー！まさか俺の声が聞こえるのか。聞こえますね。これは驚いたな。お前に何を、お前は何を祈っていた？命か、それとも金か。どっちにしてもお前にとって、この俺は、おあつらえ向きだろう。うん。命と力を司る神。それがかつての俺だ。この俺が金と命とを一人し、ちょっと待って、取引したのが、女神ハイリアのお気に召さなかったらしい。もう読めない。こんな石像に、姿を変えられて遥かな時が過ぎ去った。村人はこの俺を悪魔の像と呼び、鳥の糞を拭いてくれようともしない。心を入れ替えたのかと言われればとんでもない。俺は待っていたのが、お前のような話のわかる奴が現れた時を。ああ、俺としてのことを久しぶりなので喋りすぎたよ。それじゃあ引き取ろ、取引する。お前はそのままでいい。何もしなくていい。何すんの何すんの何すんの急に、急に、あ。あ。あ、ハート削られた。はぁ、おい、ざけん、お、マジ、はぁ、腕は鈍っていなかったようだ。無事にお前の器を預かることができた。いや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 そっか、克服の証で変えちゃって、あ、でもやっぱこっちの方が良かったなっていうのを変えられるみたいな。いや、ハート返してよ。早くハート返してよ、さっさと。さっさと返してくれよ、マジで。もう。じゃないとやだよ。やった、回復してくれた。優しい。じゃなくてさ。けげんそうな顔してるが安心しろ。次からはお金の力でお前の、器を操作してやろう。いいか、まずは俺にどちらかの器を、100ルピーで売ってくれ。で、預けた器を取り戻すなら120。おー、なるほどね。じゃあ、ちょっと20かかっちゃうけど、入れ替えることができるようになると。はい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 、なるほど。了解。YouTube キッズの言うことは当てにしちゃいけないですね。あ、ちょっと待って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 。祠あった祠。祠ありましたよ。こんなところに祠あるんですね。ミャマガナの祠。オッケー。お、じゃあちょっと祠行っちゃいますか？久々に。ね。久々って言ってもそんな久々じゃないかもしれないですけど。行っちゃいまーす。はい。ミャマガナのカラクリ。ミャマガナのカラクリ。なんだ。またピタゴラスイッチ系の何がしか。またピタゴラスイッチ系の何がし臭いな、これ。とりあえずは、高台に行った方が良さそう。でもなんかあれですね、追加アイテムで何か必要みたいなのは、なさそうな雰囲気だけど、とりあえずは、高台に上がりの、あーん？調べる。は？は？あ、これね、ジャイロ操作できますよ、これ。お。ニンテンドースイッチ初のジャイロ操作やります、僕が。はい。はい。はい。おー、ジャイロだから結構ね、結構いきますね。ちょっと、視点をどうにかするわけにはいかないですか、これ。ちょっと視点どうにもなんないの？は？なんか引っかかる。おー、あれー！あ。むずない。むずない、これ。あんま傾けたくないんだけど。
行った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 けど、行ったけど、行ったけど、行ったけど、落ち着いて、落ち着いて、あのね、もう、平行感覚がもうない。すげえ斜めってるし。あ、なるほど。あ、向きも感知してくれるんですよ、ちゃんとね。へぇー、ちょっと慎重に、慎重に。はい。はい。え、違うの？え、何これ？あ、ここはここで？え、どっかに飛ばすの？マジ？え、右側飛ばす？はい！マジかよ！マジかよ！ざけんなよ、マジで！はい。逆にすごい。あ、いったよし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 。いったでしょ。これは、いいんじゃない？あ、転がってく。よし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 、そのまま。はい。いったかな？よし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 。結構大変だったんですけど。いやでもここ楽しかった。オッケー、ここ、ちょい、ここ袋がしい、ゲットだす。ここ楽しかったな、ここの祠。パリーン、てってるるるーん、ここ袋がしい、ゲットだぜ。あと一つですね。さて、とりあえずは、あとやることは、なんだっけ？あ、乗れなかった。歴史？なんだっけ？どっかしらになんか行かなきゃいけないんですよね。多分どっかしらにあるんですけど。果てのビーチの魔物を誰か退治して。もう俺に言ってるんだろうな、きっとな。古代研究所。古代研究所どこだ？ん？シーカー族の女の子本当にいいのかな？おーい、セファーロー、そっちはどう？キッズ多いな。変わった様子はないぞ。何？女の子がいる。そんな、まあ、あれですか？お年頃ですか？古代研究所なんですよね。結構高いところにあるんですね。ちょっと頑張っていかないと。なんかまたこれからありそうですけどね。危ない！子供は今すぐ引き返すべき！なんか、怪しいんだけど。なんかめちゃめちゃ怪しいんだけど。果ての古代研究所。怪しすぎません？この建物。かまどは熱い！触るな！熱くなさそうですけどね。なんだろう。とりあえず、入っていいの？こんにちはどーん。あ、どうもこんにちは。あ、女の子だ。こんにちは。あ、こんにちは。ここは、一定の古代研究所でございます。所長にご用ですか？あ、そうです。所長なら奥ではございます。何分多忙な身なんで手短にお願いしますね。あ、はーい、すいません。あなたですか、所長さんが。こんにちは。これだけ数の書物ご覧になるのは初めてございましょう。ここには古代の文明に関する文献が集められておりましてですね、この数たりはなんと、もしやその腰のもの、そうです、シーカーです。はい。間違いない、本物のシーカースタウンじゃないですか。実はこの私、恥ずかしながら実物を見るのは初めてですね。実際にどんなアイテムが入っているのか教えてくださると大変参考になるんですが。ビタロック、ふむふむ、マグネキャッチ、はいはい。リモコン爆弾にアイスメーカー、ほう、それから、アイテムは以上ですか。あと1個ぐらい空きあるんですけど、何なんですかね。あれおかしいな、基本アイテムが入っていないとは。基本アイテムが入ってない、何らかの理由で欠損していたのかもしれないですね。あ、私としたことが自己紹介忘れました。シモンと申します。はい。あなたはリンクです。はい。もしかして行ってない祠が一個あるんですか？インパ様からすべて聞いてます。ほう、シーカーストーンを持った青年が現れたら力を貸してあげるようにと。そのものにこそ、快晴の眠りにより目覚めしくもなリンクであると。私がしたことが大事な報告忘れました。リンクさん、あなたにではね、あなたにではなくてはですね、何？所長聞いてください。あ、あんた所長じゃなかったんですね。所長だと思ってたんですけど。はい。所長紹介してください。今ちょうどあちらに、あの方こそ、果てな古代研究所の所長にして、古代研究の第一人者、プラー様です。え？チェッキー！あ、あなただったんですね、所長。
私、研究者としてのプラス様に、浸水するもので、こんなことに助手を任されております。当然、リンクさんだけには知っておいてほしいことがありまして、実は所長、見た目こそ少女なのですが、いや、私の口からお話しするにはやはりちょっと、恐れ入りますが、プラス様本人に切り目ください。なんで奥に通されちゃったんですか？キャハハハハハ、びっくりした。あ、はい、びっくりしました。ちょ、シモンさんが私なのでした。チェキチェキねえ、リンク、快晴の眠りって夢とか見るの？100年前の印象といささかな変わらぬけれど、その後の調子はどうかな。でもこうして5体満足でここに来られるのも健康な証拠だね。うん、リンクってなんかおかしいぞ。あれだ、わかった、コナンなんだな。オッケー、コナンなんだな。覚えてない、覚えてないですね。ショックすぎてプラー立ち直れないかも。100年前、厄災ガノンにやられたあんたを、海星の矛まで連れてってあげ、あ、それは知らねえわ。そして傷ついたあんたを海星の眠りにつかしてあげたのに、それなのにまさか、覚えてない。ふむふむ、予想通りじゃな。お、さすが研究対象になっていたわけだな。ここで変な嘘をつくと、研究が阻害されてしまうみたいな。はい。あー、かたじけない。唐突なメモメモは私の悪い癖なのね。逆に、そっから、そっちからの質問？子供、なんで子供なの？ちっけえな！見た目は子供、頭脳は大人、その名もプラーみたいな。実は実験に失敗しちゃってさ、失敗しちゃってとか、ある意味成功っていうか、真実は上の日記帳に書き残してあるけど、恥ずかしいから読まないでね。あ、じゃあ読みません。はい、めんどくさいんで。100年の時を超えて、再び力を貯めつつある厄災ガノンを倒し、我らがゼルダ姫を救い出す、そんな気概がもしあなたにあるなら、このプラー、シーカーストーンにかけている気は、あ、ちょうだい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 、お願いします、お願いします、何でもしますから。そうかと思ったし、じゃあ早速、お使い、あ、はい。何その顔は、シーカーストーン。立て直して、思った当たり前だろうよ。思ったよ。海星の眠り明けは自分に都合がいい思い込みが見受けられる。関係なくないか。んじゃあ、お使いについて説明するね。この研究所の外壁にある火のついてないかまどあるよね。古代色から青い炎を取ってきて、そのかまどに火をつけてくれない。そしたら、この、誘導奇跡ちゃんが動いて、かけている基本アイテムが復活するって段取り。はぁ。ま、いっか。ま、段取り使うでしょ。iPhone のよろしくね。外壁にあるのね。ほう。とりあえず、じゃあ、探す？これじゃね？青い炎って。ま、光ってるとこに来たんですけど。これを、どうすんだ？松明かなんかか。松明持って、これでいける？これ消えない？大丈夫？消えそう。こうやって灯していけばさ、なんかもし、消えちゃったとしてもさ、なんかそっから持ってくればよくね？みたいな。そういう風潮いずない？どうすんのここ。消えちゃうよね。おや。ってことは、このルートじゃない。どっかしら別のルートを辿っていかなければならないみたいな。順序よくね、通っていけば。こんな感じに東京オリンピック。二つ必要よ、よっしゃー、やっと来ました、ここまで。はい。これはあれ、ここじゃないの？あ、来た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 。よしよしよし、来た。オッケー、これでワープもできるようになったし、ワープポイント設定されたし、中の何がしが移動するんじゃない？多分これで大丈夫でしょう。オッケー、こんちゃーす。やったよー。あ、はぁ、リンクありがとう。ほら、ちょっとそこ見てみー。誘導石が反応し始めたでしょ？これは神秘などではなく必然なんですよ。やった。勇者の血が騒ぎますな。しかしならば、シーカーストーンの基本アイテムさっさと復活させちゃおうね。それじゃあ元気よく、チェッキーって、チェッキー！やばい。では、シーカーストーンの修復作業開始しまーす。誘導石6解除。例のあれ、行ってみよう。これチェッキーって言わなきゃいけない。リンクのさ、チェッキー姿が見れるんですか？そんなレアイベントだったり。お、楽しみですね。うつしえハイラル図鑑アルバムの欠損を確認。修復を開始します。お。何が修復されるんですかね。フックショットとかですかね。それともブーメランとかですかね。爆弾はもう出てきましたからね。なんかそこら辺なのかな。どうなんだろうな。さあなんだ。ラスト1個。映し絵。見えている景色を瞬時に絵にする。映し、
撮られた絵はアルバムに保存されるハイライト図鑑と連動して、新種であれば自動で登録される便利、便利機能付き？何？どういうこと？ああ、なんかすごい。すごい。これこんな撮ってないんですけど。これサンプルですか？すごい。ああ。なるほど。そういうのやれと。あ、これモッティやらないやつだ、これ。これモッティ、こういう、なんか RPG 関係で一番やらないやつだ、これ。出来上がり以上ちゃんと直ってる？どれどれ？うちへハイラル図鑑アルバム。大丈夫っぽいね。じゃあ早速なんだけど、試しにその復活した写真で私の写真撮ってみてみて。撮る？これでいいの？はい、チーズ。かわいい。保存したよ。いいんじゃない？どうよ。撮ったよ。はいほーい、どうぞー。写真で私の写真撮れた？撮れましたよ。いやー、楽しみー。見せてー。一応ほんとあれなんだね。完全に美少女って感じだね。わーお！これ誰この美少女？ああ私がうざうざい取り乱しました。私じゃないよ。そうそう、エヴァ美少女じゃなくて、古い景色の写し絵もアルバムに入ってたよね。昔よくゼルダ姫が写し絵を使っていたの知ってるけど、ねえ、リンク、ゼルダ姫のお月の騎士だったらなら、姫の撮影場所に同行していたでしょ？あ、そうか、私の記憶がなくしてたんだっけ。でもちょっと待って。考えてみれば、古い景色の写し絵って、あんたの記憶をたどる手がかりになるかも。インパに相談してみたらいいと思うよ。ゼルダ姫のことなら私より詳しいはずだし。あ、ついでにお願い思い出しちゃった。インパに会った後でいいから、古代素材を回収してきてほしい。で、私が、アッカレ古代研究所のロベリーに届けてくれたら嬉しい。あたしかか。あたしかロベリーか。はい。私が嬉しいだけじゃない、なんだから、古代素材と交換していいことしてあげる。じゃあよろしくね。おー、また新しい何かしができましたけどね。あ、なんかある。松明が、こんなとこに松明があるんですね。なるほどね。ほう。まあ、とりあえず、まあ、新しい。まあ、とりあえず、インパのとこに行くのが、手っ取り早くって感じですよね。ちょっと、果ての村も、もう少しだけ、ちょっとうろうろして、じゃあ行く感じにしましょうか。よいしょ。おい！何？これ何の用だ？なんだか挙動した顔は、なに？どうやらお前、敵はなさそう。ないよ。果てのビーチに住む魔物、羊たちを奪われて気が立っていて、このままじゃ他の羊も、ああ、憎き羊泥棒。そんなんあるんですね。羊いないの？あ、羊。もう、羊たんいますけどね。こいつは羊？あ、違う、犬だ。犬だった。さあ、果てのビーチ近辺まで、やってきたはやってきたんですけど、周り海だらけすぎて、先進めなくね、的な、そんな何がしたんですけど。とりあえず魔物っぽい魔物はどこにいるのかな、みたいな。あそこにね、そう、あるんですけどね、祠がね。ただ、あそこまで絶対行けないですからね、あれね。なんかあるのかな？あ、ちょ、待って、なんか強そう。あれ強そう。新しい敵？こいつはいいんだけど。あ、ちょ、待って、松明で戦ってる？どうしようかな。なんでもいいんだけど。もうこれでいいか。あ。なんだこれ。リザルフォスの骨。あ、攻撃アイテム。壊れちゃったからね。ついでにね。じゃあ、リザルフォスの骨。あ、骨ないわ。リザルボー。お。強そう。リザルフォスの角、おー。リザルフォスの爪、おー。いいアイテムゲットしましたね。これ、いいね。また今度使えそうですよね。武器としてね。で、それはいいんだが、それはいいんだが、こいつらなんじゃね？羊泥棒。だって羊のさ、骨が上に飾ってあるじゃん。絶対こいつらでしょ。べーさあ、かかってこいや。いっと、あ、すげえ、抜けた。あ、強い。え、後ろきつい。後ろは、あ、後ろから疲れて一撃なの、マジ。ちょっと一撃多くない？ハート3つぐらいあったよ。ちょっと。
ッケーオッケーオッケーオッケー。1対1だったら弱い武器でもいけるから、全然オッケー。リザルスピア。あんまり頑丈ではないが、長く使うこと心もとないけども、攻撃力がなかなか強い槍。よし。オッケー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 。これもらっちまえばこっちのもんだから。よっしゃ。よーし、オッケー。ようやく倒せた。焼き着物肉ゲット。さあ、ラス1。親玉。親玉ー！やべえ、強い強い強い、全然食らってない。マジか。やばい、よし。あー、待って、全然食らわない。ちょーっち全然食らわないだけじゃない。ちょっと待ってくれ。落ち着け。ちょっと、この間は、どうにでもなるかな。あ、ちょ、待って。いつだ。あ、ちょ、ごめん、ごめん。今、ボタン完全に間違えた。あ、ちょ、待って。ちょ、待って。ちょ、待って。あ、いけた。おく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 。よし。いけた。おし、いけた。もう完全に懐入ってご了承してただけなんだけど。あぶねえ、今さ、あぶねえ。じゃ、盾がね、構えられなかったんすよ。盾がなぜか構えられなくて、羊さん大丈夫か？大丈夫か？俺が助けに来たぞ。すげえ心もとないかもしれないけどな。よっしゃ、とりあえず、どうにか。いやー、ちょっと、2回ほど初見殺しされちゃいましたけど、ルビーゲット！やった、これはかなり高値で売れそうですね。ふぅ。持っててよかった、焼肉いっぱい。裏でいっぱい作っといてよかった。ちょっとまた後であの羊を買って作ろう。あ、よし。じゃあ帰りますか？親方、空からリンクが、こんにちは。羊たちへ落ち着きを取り戻した。危険が去ったことを感じ取ったらしい。私の勘違いだったら謝るが、もしかしたらお前が魔物退治した。しましたよ、頑張ったよ。やはりか。羊たちが落ち着きを取り戻したってのがもしかしたらと思ったんだ。なんていうか、ありがとうな。俺にこんなものしかないが、大したもの荷物にならないはずだ。お、なにこれ。フレッシュミルク10本。スープやシチューの材料にもなる。これはなんかいろいろ作りたいですね。これから夜ぐっすり眠れる。それでもしかして嫌じゃなかったら、これ気軽に話しかけ。いや、なんでもない。なんだね。恋の予感かな。よし、とりあえずだから、これであとはもう大体、一通りオッケーかなとは思うので、じゃああと適当にこの辺の村の散策だけして、じゃあインパのところに戻っていく感じにしましょうかね。はーい。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いやー、もう本当にゼルダの伝説ブレスオブザワイルドが楽しすぎる件について、もう裏でね、黙々とあんなことこんなことやってたらね、もうすぐ深夜2時3時になっちゃって、もう眠い。でもやりたい。ゼルダ楽しい。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。